作らせていただいて大感激です、うん、こんにちは、花ソーリンの尾関純子です。今日はなんと YouTube の動画をご覧になられてとても感激したと言ってくださるお客様が横浜から夜行バスに乗っていらっしゃいましたよ。こちらのハボタンのリースを作っていただきました。ご感想をお聞きしています。ではどうぞ。今までお家になんかお花とか飾ってみたんですか？やってみたかったんですけれども、うん、全然こう忙しくてできなくて、はい、今回伺いました。でどちらで私のことをお知りになられましたか？インターネットでハンギングバスケットということで探してましたら、とても素敵なリースが出てきまして、ジュリアンのリースを見ていただいたんですね。はい、ジュリアンのリースがとても素敵で、もう胸がドキドキして、すぐにメールさせていただいて来させていただきました。ありがとうございます。こんにちは、花ソーリンの尾関純子ですっていうやつを見ていただいたっていうことですよね。そうです。もうここ来るまで、来るのが決まるまでずっと毎日、見させていただいてました。どうしましょう。ありがとうございます。横浜から夜行バスで7時間もかかったんですよね。はい、そうなんです。もうそれくらい、もうとても素敵だなって思いました。はい、今日は作らせていただいて大感激です。今日作ってみていかがでしたか？難しかったですか？はい、とても難しかったです。あとやはりセンスが必要だなと思いました。なかなかほとんど先生にお力添えいただいちゃったんですけども、ちょっと自分でやるのは難しそうでした。はい、大丈夫です。コツっていうのがやっぱり入れるコツとか、お花の組み合わせるコツっていうのがあるので、はい、それを習得されればどなたでもできるようになりますので、はい、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。花ソーリンガーデニング教室では、このようなゴージャスなリース、寄せ植え、ハンギングバスケットを丁寧にお教えしています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。花ソーリンの尾関純子でした。またねー。